お家に帰ろうと思ったら顧問に呼び出されて、本当にお前には失望したみたいな、本当にごめんなさいみたいな、本当にごめんなさいみたいな、本当にごめんなさい、部活のオフの日になんかこのような問題を起こしてしまって顧問の先生のなんか手を煩わせてしまって本当にごめん謝罪みたいな感じで思ってて、そのまま帰ったの。もう次の日からもう部活には来なくていい、まあそうだよな、まあそうだよなとかって思いながら、同じタイミングで私このままデブのまま高校に行くんだと思ってすごい悲しくなっちゃったの。マジ本当論点が違すぎて思考回路がぶっ飛びすぎてんだけど。で、まあ、そっから毎日、まあ、部活には出ちゃいけない状態だから、学校終わった後帰ろうとするんだけど、陸上部はもう校庭で練習してるから、もう校門というか出口出たらもうすぐもうみんな集合してるわけだから、毎回なんていうの、視界に入るの。だからそれはさすがに気まずいと思って、一応私チキンだからもうバレないようにもう腰を低くして走ろうとして逃げてたの。だけどやっぱり顧問の先生結構鬼で、見つけたら叫び散らかすの、私の名前を。でも私出れないからどうすればいいのかなって思ってたんだけど、よっしゃー、お前いつまで逃げる気だってマジすげえ勢いで叫ばれたこととかもう何回もあるので、なんか私ほんともうごめんなさいごめんなさいごめんなさいみたいな感じで、もう生まれたての小鹿みたいな勢いで走り散らかして逃げてくわけ、今で。もうやーみたいな、どうすればいいんだろう。